テロリストの少年デンジムチのお味は私たちスメラギグループに歯向かうなんて。おばけちゃん、目的はうちの天のアイドルモルフォちゃんのデリート、いや抹殺ってところかしら。今や企業の広告塔の枠を超えて大勢の人たちに愛される国民的バーチサイバーディーバモルフォ私も大好きだけど残念、モルフォちゃんは今頃輸送列車の中よ絶望した。フェザーのモッコレは尋問なんかじゃないの、あなたみたいな可愛い子をいたぶりたかったって。つまりは趣味さあ少年、いい声で泣いてくれ。そうか、ターゲットはもうここにはいないか。無傷？高圧電流を流した電磁ムチなのよ。なんで平然としていられるの？僕に電撃は効かない。この内向はまさか。死にたくないならそこでおとなしくしていてください。雷撃のセブンス、まさかあなたガンボルト？さようなら変態のおじさん、情報提供感謝するよ。コードネーム GV、 ガンボルトよりシープ3、回線開いて。こちらシープ3、無事だったのねガンボルト。チームに情報の修正を。ターゲットサイバーディーバは別のポイントにこれから施設を脱出、ミッションを継続してターゲットを追いかけます。ちょっと本気？罠の可能性だって低くないのよ。こちらシープ3だ、了解した。 GV はそのままミッションを継続、シープ3は情報をキャッチ次第こちらへ連絡を回してくれ。分かったわ GV、 無茶もほどほどにね。シープ2も目標を変更、GV のサポートを頼む。ヘイヘイ、こちらシープス2、聞こえてるぜ。まあ、いつシープス2からガンボルトへ、命は大事にしな、そうすりゃ一生使えんぜ。了解、善処するよ。善処するって本当には。これよりサイバーディーバ抹殺ミッションを再開する。グッドラック。装置から直接電気を送り込めばエレベーターは動きそうだな。まずは装置にショットを当ててロックオンしてから、雷撃輪で電気を送り込めばエレベーターを動かせるはず。ところで GV、 DP エネルギーの残量には気をつけているか？お前のセブンス、雷撃のエネルギー、それが DP エネルギーは時間とともに自然回復するが、下を2回押せば即座にマックスまでチャージできる。ただし DP が0、オーバーヒート状態の時は DP が自然回復しきるまでチャージできなくなってしまう。 DP エネルギーが減ってきたら使い切る前に下を2回だ。忠告感謝するよアシモフ。
そこにあるゲートモノリスを破壊すればエリアクリアよ。了解です。目標を破壊します。